サンスタイリング組んでもらおうかなと思います、はいはい、かわいい。おー、なるほど。あ、リフマスっぽい。かわいい。360度立体感があるような。わわ、うん、おー、新鮮。めっちゃかわいいです。グレーかわいいね。着たらかわいい。だから早く来たの。そうですよ、久々に来ちゃった名古屋。今回は4店舗行きます。あの大阪でも行ったあの店が一つ、はいはい、で最近話題の複合ショップみたいなのが一つ、おでセレクトショップが一つ、はい、古着屋さんが一つになります。はい、今日何着てるんですか。今日は、ロンパース、こういうパンツ持ってる、とこちら、よくぞ聞いてくれました一軒目に行くあのお店の岸田美希、はいはい、です。じゃあ行きましょうか。行きますか。なんか気抜きってこと言った方がいい。はい、最近思ってることあるんだけどさ、はいはい、たい焼き屋さんってさ、はい、どうしてさ交差点の角っこに出店するの。あ、もうちょっと名古屋っぽい話してください日本で一番チョコレート消費する県ってどこだ。え、もう愛知県じゃないかとしたらでもそうなんですね。そうそうそう、なんかサロンドショコラとかあるじゃん、はいはい、あれでめっちゃ買うのが名古屋の人なんですって。へえ。名古屋のファッションのイメージはどうですか。なんか案外パンクカルチャーがあるらしいよ。ほらほら、コークいたじゃん。あ、はいはい、スナップコーク、あの子が言ってた。あ、そうなんですね。結構パンクっぽいお店はいろいろ探せばあるんですよとか。なるほど。なんかこんな感じとか、これはケーキショップだから関係ない。これかな。あ、違うな、これ事務所やな。これどうなんでもこれ行き過ぎじゃないかな。行き過ぎ。なにこれ、スリラチャの辛いやつじゃない。辛いんですか。あ、あれだ、ニンニクじゃけど、マカラホットソース。へえ。行っときます。大丈夫そもそも辛いの得意じゃないからね。あ、この並びかな。かな。これ関係ない。屋根があるんで、これかも。これじゃないですか。これだ。どれ。めちゃくちゃでも店でじゃん。めちゃめちゃ、あれさっき、ま、さっきどうして私たちここを見てないの。めっちゃめっちゃ前通ったよ。こんにちは。よろしくお願いします。めちゃめちゃなんか迷っちゃった。そうですよね。違うな、なんかね、多分ね、前通って迷った。わかりづらく、すみません。こちらこそです。よろしくお願いします。入ってくださってありがとうございます。入ってます。お似合いです。ありがとうございますはい、今私がいるのはですね、リトマスメゾン名古屋ですね。この可愛いスタッフさんを見てもらっていいでしょうか。リトマスメゾン名古屋ショップマネージャーの柴と申します。よろしくお願いいたします。同じくスタッフの岡崎です。お願いいたします。お願いします。そしてご存知、ほのかちゃんです。リトマスのバイヤーのあやめです。よろしくお願いします。お願いします。ほのかちゃん大阪にも出てもらったのと、あとはあれですね、東京に来た時にスナップもお世話になった可愛い子ちゃんでございます。で今回、はい、名古屋なんですけども、名古屋のこのお店と大阪のお店ってなんか、はい、どんな違いがあるんですか。そうですね、一番大きく違うのは、うん、大阪にあるリトマスと、もう一歩姉妹店でルテンスという店舗があるんですが、うんうん、その2つの要素をミックスした1つのお店というコンセプトがございます。今回はですね、この美女3人にスリースタイリング組んでもらおうかと思っています。あの、この前回のやつもめちゃめちゃ感動して、はい、ありがとうございます。今回も楽しみにします、はい、よろしくお願いします。あとちょっと何着てるかで触れときます、ね、ちょっと気になりますよね。確かに、うん、じゃあ、かねちゃんから何を着てるか教えてもらってよろしいでしょうか。はい、私はガニの新作、秋冬のもう新作のアイテムのこちらのタスタのドレスと、うんうん、こっちがリトマスメゾン名古屋限定のアイテムのパフィートップス。大阪で実は色違いもご紹介させていただいてたんですけど、うんうん、ちょっと限定アイテムっていう別色のカラーっていうのもこの店舗用意しているので、うんうん、そちらのトップスを着用しています。こっちはまたあの弊社のオリジナルシーズンレスで提案しているオリジナルアイテムになってます。なるほど。そしてこちらがメゾンルルピノットというブランドのアイテムです。そして私はザ・ガーメントのニットドレスですね、うん、今季のエッセンスのものになります。それにヤンソルビアッセンブリーのこちらも自社のデザインチームの企画したもののデザインです、うんうん、デ
サープレゼントみたいな、うん、なんか私物のシューズにシアソックスですね。あの皆さん透けが好きなのかな。ちょっと盛んに透け、みんなほのかちゃんもしっかりみんな透けたがってますね。透けたがってますね。確かに。でほのかちゃんは岸田美希、うん、レイさんのこれですね、はい、のジャケットと、うん、で中に着てるのが柴田が着てる、はい、あのシースルーのトップスと同じ、リトマスシーズナルのアイテムで、うんうん、すみませんちょっと透けちゃうんですが、うんうん、はい、こんな感じでレースのトップスとバイカーショーツですね、うん、あなんかほのかちゃんっぽい組み合わせ。あ、本当ですか。うん、なんかそこにスポーティー合わせるのがなんかほのかちゃんっぽいなと思います。一応この2点も、名古屋限定のアイテムになります。チェックしたいです。なるほど、じゃあ早速行ってみたいと思います。こちらがリトマスのセレクト中心に展開しているアイテムたちです、うん、なるほど。あ、確かに前見たやつとか。そうです、ね、へえ、これも超可愛いんだよね、ファッファになって。でこちらのサーキュラービスチが、うんうん、あの最近ですね新色が出たところになるので、こちらのブラック、このカラーのご用意もできました。今私が着ているのはこの辺のパフィートップス、色違いのものですね。でこちらがあの以前もご紹介させていただいてたハープラハ、うんうんうん、自社のプロダクションチームがあの企画しているレーベルになっております。好き、こういう背中パッカーンみたいな。ここら辺が全部じゃあハープラハ。そうですね、こちらのシャツ、あのドレスまでですね、うんうんうん、こちらは襟のシャープさとパフスリーブのこのお袖の形と、うんうん、どちらもすごいレイヤードもしていただけますし、うんうん、1枚でも着用していただきやすいものになってます。そしてここからがセレクトかな、はい、そうです、こっちがセレクトになるんですが、この2着がビクター&ロルフお取り扱いしています。ビクター取り扱ってるとこなくない？そうですね、特にその中でもチュールコレクションお取り扱いしてるので、うんうん、ちょっとオートクチュールの、うん、ビクターって、はい、クチュールでしか発表してないじゃん。そうですね、もうスペシャルピースを少しお取り扱いしてます。もともとラーメン普通にやってたの、オートクチュールじゃなくて、うん、で飛ばしすぎてこれ誰着るんだみたいな感じになって、じゃあクチュール行くってなってクチュール行ってって感じで、多分ねビクターで検索するととんでもないドレスが出てくるからよかったら、ずれてるとかね。はい、もう今季しっかりずれたね、しっかり変なドレスとかもあったと思う、うん、しっかりずれた。それが日本でここにあるってびっくりした。こっちのブラウスもすごくボリューミーで可愛いブラウスです、ね、うわすごい、どうなってるのこれ。パフスリーブで内側からこんな感じで広がってくれます。わーおー、すテンション上がる。で続いてこちらが、キジュンというソウルのブランドです。あ、これとか可愛いね、スカートにパンツにスカートくっついたみたいな。そうです、でもちょっとずれたみたいな。巻きスカートのようなものが、うんうん、こうメリッと剥がせて取り外しができるようなものが重なっているような、ちょっとこう遊び心もあるようなアイテムがあります。かわいい、重ね着とかもできそうだね。そうですね、レイヤードしていただくおすすめです。あんまり扱ってるとこないんでしたっけね。なんか基準はそうですね、ね、とりあえず日本では今現状に戻すだけになります。すごいね、はい、面白いドレスです ね、 ねちょっと電車のなんか駅だったり、うんうん、路線や地図みたいなプリントがこうパッチワークのようにつなぎ合わせられているので、ちょっとたまに日本語も混ざっていたりします。福建って書いてありますね。あ、これ東京ですね、これ東京かどっか行ったみたいな。次がパロマウル、ね、パロマウル、はい、それはどのブランドなの？パロマウルはスペインのバルセロナのブランドですね、うんうん、ちょっとこうお素材とかをすごくこだわって作られているので、うんうん、着心地がいいものが特に、うん、多いです。確かにこの透け感のある素材の良さそうな感じ。デザイナーがアートにも結構特化したデザイナーさんなので、ご自身で撮られた写真をデザインに落とし込まれたり、うん、微妙に形不思議じゃない、こうなってるの。そうですね、で前後両方で着ていただけたりもします。あ、なるほどね、こうなって。確かにちょっと人間の顔、そうなんです。顔これはこれミニスカートに、ミニスカートだいぶミニですね。だいぶミニだね。ちょっと今の岸田美希のご着用いただいているパンツにちょっとローにしてレイヤードされても可愛いかなと、うん、こっちはこちらが今岡崎が着用していたザ・ガーメント、うんうん、こちらのブランドがすべてここから始まる。はい、ザ・ガーメントはどこのブランドになるの？こちらがですね、こっちもデンマークのブランドになります、うん、ディレクター兼インフルエンサーのソフィア・ローという、うんうん、方とでしょコラボして作られたアイテムになっていて、うん、結構ニット系が強いのかな。そうですね、もう手洗いできるサマーニットになるので、うんうん、こちらもすごく着心地がよくシーズン問わずに使っていただける、うん、タイムレスなお洋服っていうのを多くご用意しています。こういうの重ね着してみるとか、そして透け感のあるスカートとか、そうですね、こういう風に
組み合わせてきてくださいみたいな感じですかね。リトマスっぽいぽい、わかるわかる、何でも重ねてしまうの重ねれば重ねちゃう、重ねる癖があるんですよねあ、こういうのも可愛いね。それもまたあの胸下からがこう透けてるレイヤードができるドレスです。本当だ本当だ、はい、じゃあ次はどこ見ましょう、はい、では、ちょっと隣のラックに行きまして、はい、ちょっとこちらの、はい、少しだけコンパクトにまとめてるところなんですが、ここのラックが、うん、リトマスメゾン名古屋限定のアイテムやブランドの別注アイテムを集めたラックになっています。こちら2着が、うん、あの着用いただいてる岸田美希の、これでわかるね。もうこれが、この年で2年を、うん、迎えたばかりの店舗になるんですけど、うんうん、2年の周年を記念して作っていただいた別注アイテムです、うんうん、ベストかと思うじゃないですか。違います。なんだろうそうです、名前はハーネス。ハーネスになるのか、はい、ここに腕を通しながら背負っていただくような感じでつけていただける、こういう、はい、で前でベルトを留める形になります。素肌でもいいですし、 T シャツに合わせたレイヤードも厚くなく使っていただけます。で、ドレスが、はい、ドレスもです。こちらも同じくちょっとテック素材、機能性がある素材を使っていて、アウトドアっぽい感じの、はい、ナイロンっぽいというか、でこれも1枚で着ていただけるようスクエアネックだったり、うんうん、同じくベルトで後ろが通せたりっていう、少し A ラインになっている綺麗なドレスです。あ、こっち調整もちょっと効きますよみたいな。でこちらがハープラハの別注アイテムになっているのがこの2点です、うんうん、なるほど。ちょっとだけ透け感が、はい、内側に入っているような、うんうん、パフスリーブもボリューミーすぎないパフスリーブなので、うんうん、上品に透け感楽しんでいただけるようなトップスになっています。うまい。これが例えばここまでシルバー入っちゃってるとちょっと肩でかく見えるんですよね。中に入っていることによって肩が華奢見えするの、うんうん、このあたりはぜひ後でスタイリングでもこそ使わせていただくので、あの見ていただけたら嬉しいです。そしてこれは、はい、こちらが、バルーンのミニドレスになっています。チューブドレスにもなるんですが、うんうんうん、一番ご紹介したことのあるハープラハの中でも、うん、ちょっとブランドらしい少しフェミニンな要素やボリュームやギャザーっていうものを使ってます、うんうんうん、なるほど。でちょっとここら辺から程よくインナーも重ねた時に見えていただけるようなデザインになっています。からのでこちらが今あの綾部が着用している、うんうんうん、これですね。はい、こちらはもう、うんうん、かわいい、このスポーティーな感じいいですね。あ、下のそうなんです、うんうん、ちょっと別注の違うカラーっていうのが大阪のリトマスでご用意はあるんですが、うんうん、結構名古屋の店舗が少しモードなお洋服、黒のお洋服を着られるお客様も多いので、うんうん、ちょっとお客様のこうニーズだったり、うんうん、そういうのにも結構合わせてこう作らせていただいたアイテムになってます。聞きたかったの、あの名古屋の女の子ってどんな感じのファッションなの、はい、お洋服が大好きっていう熱量が高い方が多いなっていう印象が特にあって、うんうん、こうセレクトやモードなお洋服大好きっていう方は多い印象です、うん、モード系なんだ。モード系は多いイメージがありますね。さあそして次は、はい、こっちがまた、オリジナルのアイテム、このこれですね、シャツとかもあるんですが、うん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 、ちょっとクロップド丈になっているシャツですね。なるほど、はい、でなんかほのかちゃんって感じなんかこれすごくほのかちゃんのイメージなんだよ、はい、全体ですね、うん、ちょっとおなじみになってるアイテムです。なるほど、はい、そしてこっちがセレクトかな、はい、こちらがまたリトマスセレクトで、今はガニの新作がかなり豊富に揃っているので、ちょっと真ん中にご用意しているんですが、うんうん、このあたりもガニのもう新作の秋冬のもう先取りしたアイテムたちもご用意しています。ガニ人気だよね。人気ですね、本当に、ね、普通のコレクションラインとこちらにあるガニスポーツという、うん、あ、スポーツラインもあるんだ。はい、スポーツラインもご用意しています。こんなヨガウェアとかジムウェアにしていただくのに使っていただける機能的なものでご用意してます。最近ピラティス好きだからさガチですよ、ガチ。めっちゃ使っていただけると思いますね。へー、これも置いてるのは本当に少ない、もううちでしか置いてないようなリトマスでのご用意だけです。でこっちが普通のいつものライン、はい、これとか可愛くないですか。お似合いになりそうですね。好き、可愛い。しかも背中もね結構開いてるの、前鋸筋を、ここら辺の前鋸筋をねこうしっかり見せる感じ、最近筋肉にも詳しくなって、ガニらしいラブリーな、そうですね、みんな大好きっていう感じとか、あ、これは今着てる、彼女が着てるボディが着用しているものにもなります、うんうん、今回のコレクションからバタフライのようなモチーフロゴっていうのが出たので、面白いね。そしてここからが、はい、そうですね、ちょっと今はミックスして展開ご用意してるんですが、うん、これもスポーツ？そうです、これが一応もうスイムウェアなんですが、うん、スポーツラインとはまた別でコレクションラインになっています。へー、あ、すごい、割と結構ハイレグな、はい、
後ろもパッカーあるの。でこっちが、はい、隣にあるのがこれも以前大阪でご紹介させていただいたんですが、兄のカプセルコレクションオケージョンラインのものになっております。あの世界でも珍しく国内ではうちだけのお取り扱いになっているラインです。で少し中に混ざっているのがあのフィオルチがございます、うんうん、懐かしい ね、 そうですね。結構80年代かなりこうトレンドになったあのアイテムにもなるんですが、うんうん、Y2K だったり今のトレンドでまたあの再熱したブランドになっているので、うんうん、お洋服 と、ちょっとバッグ、うんうん、小物を多くご用意しています。このなんか何とも言えないこれなんかすごい見覚えがありますちょっとこの懐かしさも感じるようなレトロな可愛さがある、うん、こちらのアイテムはプレイング。プレイング初めて来ました。どこのブランドなんですか。ニューヨークのブランドなんですけど、うんうん、こちらも結構こう海外やゴシップあの好きな女の子たちに結構こうトレンドとなったアイテムなんですけど、うんうん、ちょっとこう時代をこう比喩するようなブラックジョークとかが結構プリントになっていたりバッグもあるんですけど、これマークシートに柄に。マークシート、懐かしい。センター試験とかですか。あ、そうですそうです。アイドンケアとか出ましたね。あれ知ってる、あのセンター試験って1から5の5択じゃないですか。1から、うん、3が一番多いんだよ。迷ったら3と。そうなんですね。だからこの受験は、受験はしっかり頑張った方なんで。あ、それ頑張った人が言うことなんだ最後な確率論的に迷ったら3していくといいよっていう。当たるって。では隣のバッグに、はい、その前なんかすごいテンション高い。これはこれは、うん、こちらがもううちのディスプレイにしているちょっとボディになるんですけど、ちなみにこのハーネスになるのかな。これは、あ、そうです、そちらノワール K にノミアです。全部ノワール。あ、いや、このハーネスだけですね。付け、はい、付け放題ですよ、いろいろサスペンダーが。あ、そうなんです、うんうんうん、でバッグが取り外しできるので好きなところにもうつけていただくみたいななるほどね。これを前につけるもよし、後ろにつけるもよし。そして、はい、そして、はい、こちらが、大阪にあるルテンスというラックをこうイメージしたブランドのラインナップにもなっています。ルテンスとリトマスはどんな違いがあるの。そうですね、ルテンスはもうコンセプトが結構ガラッと変わるんですが、うんうん、もう少しオケージョンに特化していたり、うん、黒をモチーフとしていたりっていうところもあるので、確かにここら辺結構大体モノトーンみたいな、ちょっとモードな印象が強い、うんうん、ラインナップとお洋服展開しています、うん、あ、だから名古屋の方、名古屋に合いそうな感じ、ね、そうですね。これは、これは、はい、でこちらも、うん、ビスチェになるんですけど、 かなり短いブラトップのようなビスチェです。そうだね、はみ乳するよ全然。かわいい、 これをこの感じでデニムで合わせちゃって、こういうやつ、はい、いや好き、かわいい。これもでも変わってるね、普通のタイとかと思いきや、ね、後ろがちょっと面白いね、ずらして重ねたような。もともとバレンシアが出身 の、 あのデザイン経験で積んだデザイナーなので、うんうん、ちょっと面白いテーラリングだったりちょっとデザインが効いているっていうところはすごく人気なブランドです。これはこちらもキムヘキムで同じくヨガウェアになります。デニムっぽい感じの、はい、デニム今期の、ね、テーマがデニムだったので、うんうんうん、なのでこちらのスキントップスもデニムプリント。こちらが、先ほどもちらっとご紹介したんですが、着てたやつね、そうです、岡崎が着用していた。こちらもヤンソルビエアセンブリーというもう弊社がプロダクションしている、レーベルになっています。かわいい。でこちらが、タフタのシャーリングスカート、ボリュームの出方がすごく変わったスカートになっていまして、着たら可愛さそうだね。これもね、これは特にシルエットに惹かれて選んでいただく方が特に多いスカートで、うちの人気アイテムになっているので、これもぜひ後ほど合わせてみてください。嬉しい。はい、でこちらのスキントップス、うんうん、この2点が、オリジナルの、オリジナルなんだ、はい、これはルテンスのシーズナルアイテムになっています。なるほど。でこちらも、うん、先ほど父にお伝えしてた、コルセットとスカートと同じく、ヤンスルビアアセンブリー、こちらのコレクションです。こういったちょっとシャーリングでしたりとか、同じようなこういう素材、テク感のあるナイロン素材使っているので、ね、透け感なく1枚でもこうシーズンレスで着ていただけるものをご用意しています。これが裾口がゴムになっているので、好きなところでこうかぶせるように着用していただくジョガーパンツになっています。しかも結構ハイウエストだから、そうなんです、頑張れば上に行けますね。あ、そうですね、着ていただけるかもしれないです、ね、行けそう。あ、これも
世の中の女性が全員好きなやつ、はい、チュールのセーラーカラー、はい、ちょっとこうカラーがついているデザインと、さらにパフスリーブというちょっとかなり欲張りなすごいねブラウスになります。盛り盛り盛りいろんな好きあの女の子の好きを盛り盛り盛り込んだ感じの、こっちがここの3点が優奈市川、優奈市川、はい、こちらも日本のデザイナーです、うんうん、初めて来ます私。こちらもリトマスぐらいしかないかなと思います、うん、なんでリトマスぐらいしかないのこんなに多いのすごくない？こちらのデザイナーがもともと大阪の文化服装出身のデザイナーで、もう在学中からあのルックをうちの弊社の社長がちょっとスタイリングで入ったりとかしてたっていう、あのいろんなつながりがあって出会ったブランドではあるんですけど、私たち全員大阪文化服装卒で。あ、そうなの？はい、あ、そうなんだ。へー、やっぱそういうご縁なのね。うちのスタッフは割と大阪文化が多いんです。でちょっとこれも大変人気なので1着だけなんですが、あの傭兵王のもこちらも用意しています。あのほのかちゃん撮らせてもらった時に傭兵王のだった。そうですね、すごい傭兵王の穴開いてる、好き。こういう謎のやつ多いよね。かわいい。これもまたなんだか不思議な。そうですね、こちらノワール兼ヌミヤのドレスにこのフェイクレザーのベスト、こちらがヤンソルビアアセンブリーのベスト、ちょっと今重ねてレイアウトさせています、うん、なるほど。ちょっとここの透け感とかがねかわいい。そしてこちらが今あのご着用いただいている岸田美希のコレクションです。あこちらです。やっぱこれ人気です、ね、人気ですね。もうでこの新色が、うんうん、はい、グレーがこちらがこちらのやつだよね。今そうです、綺麗、形綺麗だね。もう紳士服のテーラーで作られたものをレディースウェアに落とし込んでいるので、うんうん、本当に形が綺麗で程よいオーバーサイズで着用していただけます。だって肩のラインとか超綺麗じゃない、うん、かわいい。グレー見たらグレーも欲しくなっちゃうね。いいですよ ね、 ね。いや一回これで超感動してるから、形の綺麗さはちょっと自分がもうよく知ってるから、うん、グレーあんのみたいなあそうなんみたいな。ちょっとこうテロ感のあるものがあったりとか、ちょっとフレアのなのかな。そうですね、オーロラのフィットパンツ。あ、本当だ、オーロラ。かなりオーロラで光当たるとすごく綺麗に見えてくれます。玉虫、玉虫憲法第9条、うん、玉虫色の解釈ですよ、憲法第9条。でも誰も分かってもらってないの多分うちの学校だけだったのかな。うちの社会の先生だけだったのかな。あ、石川さんですね。そうなんです。あ、私隣の福井県です。びっくりしました今。びっくりした。福井のどこら辺？福井はあの南の方で、あの、うん、若狭町です。あ、小浜のエリアになってます。私あの石川県だけど福井寄りなの。あ、本当ですか。加賀温泉の方だから。あ、そうなんですね。うわ、ごめんなさい、僕らの話で嬉しい嬉しい。でこっちは、はい、こちらがヴィンテージになっております、うん、絶対古着は入ると。はい、引き続きスポーツアイテムとのミックススタイリングご紹介しているので、こういう感じ、はい、うんうん、夏でもこう気軽に取り入れていただけるようなスポーティーアイテムとのミックスができるちょっとアイテムをご紹介しています。そして雑貨があったりとかですかね、はい、もうフィオルチやキジューンのアイテムと、うんうんうん、ガニの小物、うんうん、あとは私が今着用しているこちらメゾンルルピノットのパールのチョーカー、うんうん、これを付け込んだの。こちらが実はあの岸田美希の、あ、帽子も作ってるんだ、はい、ちょっとミステリアスな感じになるね。ちょっとクラシックな形をしていますね。かわいい。はい、ちょっと髪型変わっておりますけれども面白かった。ありがとうございます。そして今から、3スタイリング組んでもらおうかなと思います、はい、では、3スタイルの中でリトマスらしいスタイリング、うん、ちょっとルテンスらしいスタイリング、うんうん、あとはリトマスメゾン名古屋がおすすめさせていただきたいスタイリングの3つに分けてご紹介させていただきます、はい、じゃあ一番最初は、はい、そうですね、一番初めはリトマスらしいスタイリングで、はい、ガニを使った、ガニを使ったスタイリングで、はい、よろしくお願いします。まだでは自分でも見てないの。まだまだ見てない、鏡ないから。かわいい。おお、なるほど。あ、リトマスっぽい。はい、ぽいぽいぽい。自分じゃしないスタイリングだからすごい新鮮。もうこれはリトマスのスポーツスタイル、うんうん、こうミックスしたスタイリングっていうのをご紹介させていただいてるんですけども、今回ここがリトマスっぽい。そうですね。この重ね、多分私だったら重ねてもこれとこれだけかな。まだまだやるかっていう。これはそれぞれ、はい、中がヴィンテージのサイクリングトップス、うんうん、はい、こっちがこちらが岸田美希のテックブラビッシュです。
でこっちがガニの新作コレクションのバルーンのミニドレスになっています。で靴がサンローランのヴィンテージのロングブーツです、うん、なるほど。これめちゃめちゃ足漏れますね。そうですね、かなり綺麗にもよりお似合いですね。めちゃくちゃ素敵。すごくない？これないと多分すごいちょっと甘々な人になっちゃうもんね、うんうんうん、それにちょっとだけこれがあることによってちょっとした違和感が出るんじゃないでしょうか。では次は、またこれとガラッと変えてルテンスのイメージが強いアイテムをご紹介させて、ちょっとモードっぽくなるのかな。そうですね、ちょっとブラックを基調としたスタイリングさせていただきます。ありがとうございます。お疲れ様です。じゃん、こんな感じになりました。おー、新鮮。めっちゃお似合いです、スカートがヤンソルベアセンブリー、あ、先ほど見たやつですね。自社のプロダクションのスカート、うんうん、ディヒ・ヘンダーソンのトップスです、うんうん、なるほど。でインナー白いタンクトップ着てるんですけども、はい、こちらも同じくディヒ・ヘンダーソンのトップス着用しています。でこちらは、こちらがオリジナルのアイテムになっているメッシュのアームカバーです。で、ベルトが、はい、こちらがガニの今季の新作のベルトになっています。で靴下、キムヘキムのソックス、うん、でシューズもローファーがガニです。スカートすごいテンション上がりますね。そうなんです。めっちゃ生地使ってんねん。かわいい。360度立体感があるような。わあ、かわいい。テンション上がりますね。めっちゃかわいいです。これ全女子好きなやつ、はい、そっか。でもシルエットは結構かわいいシルエットになってるんだけれども、ね、色はこうモノトーンで抑えてあるから、その甘々しすぎない、やっぱちょっとスポーティーなものをかませて上がると、はい、で次は、はい、では、最後にリトマスメゾン名古屋がおすすめしたいちょっとグレーワントーンのスタイリング、うん、でちょっとこうお形状にもしていただけるような、うんうん、少しきれいめなスタイルを、はい、ご紹介させていただきます。あー、素敵です。こんな感じになりました。おー、新鮮。めっちゃ可愛いです。こちらのパンツが岸田美希のシーズナル4新作になります。グレー可愛いね。着たら可愛い、ね、私がさっき着てた、黒がロングバージョンで、こっちはちょっとショートだからちょうど足首くらいかな、はい、一応ショート丈ロング丈、このグレーのカラーも2つ、はい、ご用意しています。黒よりも少し混率が夏でも着ていただけるように少し、うん、薄手に変わったので、うんうんうん、今からの時期にもおすすめな、サラサラ具合が、そうですね、インナーがハープラハでリトマスメゾン名古屋の別注のアイテムになっています。なるほど。ここの透け感かわいいね。やっぱり肩が綺麗に透けてパフスリーブ程よく出てくれるトップスなので、ベストのようなハーネスレイヤードしていただいてもさりげなく抜け感があるトップスになってくれます、うんうん、あと大人の場合ちょっとこう二の腕とか気になる人にとってはめちゃめちゃこれありがたいと思う、うんうん、そのように透け感はあるけど隠したいところは隠してもらいますみたいな、うんうん、とあとあの皆さんありがち、はい、皆さんは全部指出しがち、サブホールです。トマスさんはみんな指出しがちです。後ろについているここですね、うん、身幅がサイズ調整かなり豊富にしていただけるっていうところがあるので、うんうん、こんな感じで広げれます。あ、なるほどなるほど。ジャケットの上や、うんうん、冬場はニットの上にも使っていただける、なんかコートの上とかいけそうだね。使っていただけるアイテムですね。割と実は使えるアイテムなのよこれは。でこれが今、はい、アカネちゃんがつけてるのと一緒の、私も着用しております、メゾンルルピノットのパールチョーカーです、うんうん、ちなみにこっちに、うん、チェーンベルトのご用意もあるんですが、パールをたくさん使ったジュエリーブランドとしてご用意しているので、一つあるだけで少しフォーマルなお形状にも使えるアイテムにちょっとこうドレスアップしていただける。確かにこれがないと結構あのスポーティーになりすぎちゃうけれども、はい、これがあることによって、うんうん、あとそういろん実はいろんな要素がミックスしてあるよね。そうですね、スポーツ、オケージョン、ラグジュアリー、マニッシュ、レディースみたいな感じの、うんうん、ちなみに、ヒールは、はい、ミューミューのヴィンテージ、このキラキラ感がちょっとあの宝石みたいな感じ、バッグとかも、あ、また変わる、あ、ちょっとまたガーリー入れちゃってみたいな、はい、バッグもハープラハ、バッグが、はい、ハープラハです。なるほど、お疲れ様でした。お疲れ様でした。楽しかった。ありがとうございます。どのサンルックも自分じゃあんまりしないルックだからテンションめちゃめちゃ上がる。強いて言うならどれが一番良かったですか。強いて言うなら一番最初のやつ、スポーティーなやつがちょっと入ってみたいな、あれはちょっとテンション上がった。でもこっちも好き、2番目も好きっていう、なんか選べない。なんかあれですね、野球とシチューどっちが好きみたいな。全然違う、そう、方向性が違うみたいな。そんな感じ。は
はい、皆さんはサンルックどれが一番良かったでしょうか。ぜひぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。結構割れそうだね。そうですね、結構別ジャンルでたくさんご紹介させていただいたので、ね、そして、お知らせがあるということで、はい、7月、今月末の28日金曜日から、うん、31日月曜日までの4日間、東京の代官山ですね、ポップアップを開催させていただきます。これ絶対東京の人来た方がいい。前回で来てくださって、そうめっちゃテンション上がるの。で、東京じゃないブランドがたくさんあったりとか、あとは古着もね、いろいろ。そうです。自分の引き出しにないものがいっぱいあるから、ぜひ行ってもらいたいなと思います。はい、住所とか細かいところは、概要欄にあるので、ぜひ見といてもらいたいなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。